こんにちは、ミッチーと元保護猫でうちの可愛い飼い猫のさつきです。今回はですね、名古屋おるか日本が世界に誇る伝統工芸有松絞りの産地緑区有松で行われた晩秋の有松を楽しむ会と、あと同時開催された町並み美術館御骨神というイベントに行ってきました。このね、有松の町並みはですね、江戸時代の面影を今に残す町並みとして、日本遺産にね、2019年の5月に、認定されまして、でね、今この僕が着ているこの、着物、こういう、技法、これがまさに絞りなんですけれども、この有松はですね、江戸時代からこういう絞りの技法の、一大産地として栄えていまして、でね、今回は、こういう絞りの、まあ、反物とか浴衣とか、着物とか、あと型紙とか、まあ、様々なものが展示されていましたし、まあね、絞り職人による実演があったりとか、あとはね、琴とか、ニコのライブがあったりとか、まあね、この趣ある街並みで様々な、催しが行われていたんですけれども、まあね、そんな楽しい、街並みを散策しまして、でね、この有松はですね、6月に有松絞り祭りという、祭りがありまして、これがね、もうものすごい人で本当に賑わう祭りなんですけれども、あとね、もう一つ、10月にですね、有松天満社秋季大祭という、通称有松出汁祭りという祭りがありまして、こちらはね、3両の出汁が、引かれるんですけれども、今回ね、そのうちの一つがですね、無料開放されていまして、間近でね、絢爛豪華な出汁を見ることもできましたし、この出汁はですね、からくり人形も、ありまして、そのからくり人形もね、間近で見たりとか、あとね、操作させてもらうこととかもできてですね、そんな体験もとても面白かったですし、で、まあ、街を歩いていてですね、僕がとてもお世話になっている永井商店という、お店の永井さんと偶然お会いしまして、でね、この、永井商店も有松にあるんですけども、でその永井さんと、笹川武田家平商店というところで、まずは、明治時代とか江戸時代とかの、今ではもうね、作れないような技法の、絞りの、浴衣や反物を見て、それからね、離れにある、カフェ&バル小九郎というところで、まあ、ビールを飲みながら、テリーヌとかを食べて、まあね、いろんな話に花を咲かせて、楽しんで、さらにね、散策してきたので、このね、ぜひ、素晴らしい趣のある街並みの、知っていただきたいなと思いますので、最後までご覧になっていただければなと思います。それではどうぞ。はい、というわけでこちらが有松の街並みです。名鉄電車の有松駅から歩いて5分ほど、風情のある街並みが続いています。こちらは有松絞りの中浜商店、風情のある建物がとても素敵です。今回のイベントではこのように趣のある古い住宅に色とりどりの生け花が飾られていました。アフリカに輸出した。
なるほど。行ってみましょう。昭和11年から南アフリカに輸出していた有松絞りです。聞けば染色の状態が良くなく、今じゃ輸出できないグレードなんだそうです。プリントと絞りを融合させているのがとても面白いですね。この絞り会館には小物や洋服など幅広いアイテムが揃っていて、見ていてとても楽しいです。また2階では職人による実演も楽しむことができます。
有松雑誌会館です。町並み美術館の一環でこの日は無料開放されていました。そうじゃない、こんな感じでからくり人形を操作することができます。力加減がねちょっと難しくて最初はうまくいかなかったですが、すぐにコツをつかんでできるようになりました。難しいよ。お手伝いをしたときに、お手伝いのようだった。上から見れば、名古屋市緑区の祭りで登場する神様正常、主に子供にやることですが、手で持った扇でポンポンと叩かれたり撫でられたりすると病気にならないと言われています。またお酒の神様で、顔が赤いのはお酒を飲んでいるからと言われています。親孝行の象徴だったり、富をもたらしてくれる神様としても信仰されています。ちなみに顔がちょっと怖いので、近づくと子供たちから逃げられたり、高い確率で泣かれたりしています。こんにちは。ありがとうございます。
絞りの階層竹田貨幣商店です。後から色かけですか。そう、一回だからこの濃い茶色っていうかにこう染めといて、また感じで抜染して、でまたそこからまた色かけ、一回色抜いてからまたじゃないとこの色乗らないので。なるほど。これとかだと要はこう絞るじゃないですか、ね、はい、縫うじゃないですか、縫ってこうギュッてこう引き締めて、でそのなった部分をこう竹の子の角をやるんですけど、めちゃめちゃこうだからめちゃめちゃちっちゃくなるんですよ、ね、なるほど。こうギュッて締めた時、竹の子の皮なんですね。そう、すごい。可能の勝手、はい、あ、なるほど。これ、はい、これあれですよ、富士。あ、富士、あ、はい、富士棚の。なるほど。今この棚作ったのね、こういう形になるようにこう手繰り寄せていって、で、まあ、糸とかもぐるぐる巻くんですけど、このここ絞っといてからのやってるので、これが、こんなうまくいくかと思って。ほー、山道絞りですか。はい、山道は全然今できる技法なので。笹塚竹田貨幣商店、お庭もとても素敵です。
徳川家14代将軍徳川家茂も訪れたという茶室西松庵。約220年前に建てられたこの趣のある茶室はとても素晴らしい雰囲気でした。材料っていうか、あのアルミの箱とかね、はいはいはい、上に乗ってるものとか売ってるから、それを一つ使っては、アルミの箱は全部無垢の材料だから、手でこう穴を開けて、まあ、見てもらうと分かりますけど、綺麗にこうなるべくこう 丸い穴は丸い穴になるように、手でこうヤスリでゴリ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 とやりながら、なるほど。ちょっともう一回間近で見ていいですか。あ、なるほどね。ちょっと音がするでしょ。はいはいはい、確かに。中にファンがあって、下から鏡を吹き上げるようにしてあるんです。ほう、そういうことをやる人はあんまりいないので。それは何かやることが何か意味があるんですか。あの、冷やしてやるという。なるほど、ね、で、少し離れないとファンの音がうるさいです。なるほど。それは研究家の課題なんですけど。でもしょうがないですよね、熱持つのはどうしても。だってもうこの手のやつはもう真空管とかなんだってものすごい熱くなるじゃないですか。だから冷やしてやらないと長持ちしないので。なるほど、そうですね。今日みたいにこれ6時間ずっとつけっぱなしちゃうとやっぱり、だからそういうものを機械を選んでいくようになってきて。なるほど。ちょっとやかましい、近くに寄るとやかましいけど仕方がない。なるほど、そっか。
有松散策の最後は豪華な海鮮丼が美味しいと評判の味福で、お酒を飲みながら美味しい海鮮丼やさまざまな料理を楽しみました。はい、というわけで、有松の素晴らしいこの街並みと、有松絞りいかがでしたでしょうか。今回のねイベントは本当に、ただでさえねもう趣のある街並みに、生け花などがね花を添えていて、そしてね本当に素晴らしい、有松絞りのね作品をたくさん見ることができまして、本当に、充実した一日になりました。そしてねもう本当に、この永井商店の永井さんにはですね、もう有松絞り祭り、有松寿司祭り、こういう時にもね本当に、お世話になっていまして、今回ね、お会いできると思っていなかったのでね、偶然本当にお会いできて、一緒にね食事もできて、楽しい時間も過ごせましたし、本当にいい一日になりました。まあね、こんな感じで、全国ねいろんなさまざまなところを巡ったりとか、あと僕はまあお酒が好きですので、まあ、日本酒の酒蔵とかワイナリーとかさまざまなところも巡っていますし、まあね、そんな、素敵な経験をぜひ、皆さんにも、ご覧になっていただきたいなと思いますので、ぜひ他の動画もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をしていただけますと嬉しく思います。では他の動画もよろしくお願いします。さようなら。